はい、こんにちは、こんばんは、お元気でしょうか。はい、皆さん、恋愛漫画みたいなことを知ってみたいですか。恋愛漫画っていうか、まあ、少女漫画的な、その運命の相手と出会うとかね、あと学校とかで一番嫌いなやつが自分の好きな運命の相手だったとかっていうさ、もう漫画での王道みたいなのがあったりとかするんだけど、まあ俗に言う中二病っていうやつでしょうか。うん、一時期ね、なんかよくわかんない妄想を抱いてしまっている時があるけど、そういう時って皆さんいいって言い方おかしいけど、うん、なんか自分に酔ってるよね、そういう時ってね。うん、実は自分が魔王でねえ、この手の今は見えないが目があってなとかさ、呪術廻戦みたいな感じでさ、うん、なんかがあるみたいな感じで、まだね、力は解き放っていないが、いずれかは魔王になる男だみたいな感じでなんかそういうなんか妄想はありましたね。妄想というか、まあ他からっていうかさ、大人から見たらね、大丈夫っていうぐらいな妄想というか、自分に酔っているというか、そういうのがあったけど、うん、その本人にしてみたら、その時のね、本人にしてみたら、それは、うん、うんって感じかな。うんっていう感じかなっていうか、ねえ、いや、本気だけど、みたいな、思っちゃうけど。ただのね、八百屋の息子だったりとか、スーパーの女をやっている息子だったりとか、っていうのがありましたね。ないよね、とか思いながらも、そういうね、少女漫画とかの、そういうね、成り上がりじゃないけどさ、そういうのはないよねって言いながらも、その芸能界とか見てみると、なんかそういう漫画みたいな、恋愛をしてしまったりとか、結婚したりとかさ。まあ芸人さんとかも、まあ俳優さんなんかでも、どちらかといえば、人気というか、人気って言っても、まあ、かっこいい、かわいいから人気があるっていう人と、面白くて、でも、やるときはやるっていうかさ、そういうので人気がある人、まあ、大泉洋さんみたいに明るくて、おちゃらけてるけど、やるときはやりますよみたいな感じの人と、でも、かっこいいかっていうと、ご本人さんには失礼な話だけど、まあそうではない。けど、いい人、みたいな。そういう人が、すっごい美人の人と結婚してるっていうのが多かったりとかしてて、ノンスタイルの石田さんなんかも、多分、顔をね、スタンプとかで押してあるけど、お嫁さんのブログなんかでもあったりとかするけど、あ、可愛らしい人なんだろうなとか、綺麗な人なんだろうなっていう人もそうだし、井上さんなんかも、まあ自分がかっこいいと思ってるタイプの人間だけど、うん、自分に釣り合う女性だみたいな感じで、まあ言ってないけどね、多分あれはキャラで言ってるはずなんだけど、うん、
まあまあ、そのね、なんだろうな、美男美女じゃないカップルっていうのが多いなと思って、うん、ちょっとね、失礼な言い方だけど、美女と野獣みたいな感じの言い方は、そういうようなタイプのカップルが多いなと思って、うん、それこそ、その少女漫画だったりとか、まあ、少年漫画でも恋愛番組じゃない、恋愛漫画ってあるけど、まあ、そういうような感じだよね。ありえないって思っていたのがあったりとかするし、うん、すげえなとは思いますけどね。はい、皆さんどう思いでしょうか。もしよろしければご意見いただけたらと思います。以上です。